コスミル・オズワルド・ピントは、ベネズエラ・カラボボ州バレンシア出身のプロ野球選手。ウトウ・ミギウチ。MLB サンフランシスコジャイアンツ参加に所属。ナノ・ホースミルは、アメリカにおいては、ヤスミルナイシ・ヨスミルと呼ばれる。2006年2月14日にミネソタツインズと契約。ルーキー級、ベネズエラン・サマーリーグツインズ・ブルージェイズで53試合に出場し、打率。 25.13本類が30打点、3盗塁の成績を残した。2007年はルーキー級ドミニカンサマーリーグツインズで54試合に出場し、打率。193.1本類が23打点、3盗塁の成績を残した。2008年はルーキー級ガルフコーストリーグツインズで24試合に出場し、打率。 329.1本類が14打点1盗塁の成績を残した。2009年はアパラチアンリーグのルーキー級エリザベストンツインズで53試合に出場し、打率332.13本類が55打点の成績を残した。2010年は A 級ベロイトスナッパーズで100試合に出場し、打率十二点一0本塁が 54打点、2盗塁の成績を残した。2011年は、A 久ベロイトで9試合に出場後、5月に、A 久フォートマイヤーズミラクルへ昇格。64試合に出場し、打率。262.5本塁打、32打点、1盗塁の成績を残した。2012年は、A 久フォートマイヤーズで93試合に出場し、打率。 295.12本類が51打点の成績を残した。8月に AQ ニューブリテンロックキャッツへ昇格。12試合に出場し、打率298.2本類が9打点の成績を残した。オフの11月20日にツインズとメジャー契約を結び40人枠入りした。2013年は AQ ニューブリテンで107試合に出場し、 14、本類打68打点、打率、308だった。8月にトリプル A 級ロチェスターレッドウィングスへ昇格し、19試合に出場。打率、314.1本類打6打点と結果を残し、8月31日にメジャーへ昇格。9月1日のテキサスレンジャーズ戦でメジャーデビュー。8番、星として先発起用され、 4打数に安打1打点1三振だった。9月6日のトロントブルージェイズ戦では9回裏の第4打席にケイシー・ジャンセンからメジャー初本塁打を記録した。この年は21試合に出場し打率342.4本塁打12打点だった。2014年2月28日にツインズと1年契約に合意し開幕ロースター入りした。開幕後は 正捕手、カート、鈴木のバックアップや、指名打者として43試合に出場していたが、打率が、222まで落ち込み、6月11日にトリプル A 級ロチェスターへ降格した。後にメジャーに復帰して、出場時合数を57まで伸ばしたが、打率、219と、前年から大きく低下した。守備成績もかんばしくなく、25試合のキャッチャー守備でゴ 失策、守備率、973DRS-4 という、低数値だった。また盗塁阻止に関しては、20回走られて全てさせず、阻止率は0%だった。2015年は40人枠にとどまったもののメジャーで、試合に出場する機会がなく、マイナーの3ランクでプレーした。計72試合に出場し、打率22類だ、228.9本塁打。 35打点という成績をマークした。マイナーでは、保守として33試合で守りについたが、DH を務めた試合も多く、37試合だった。2015年11月20日にウェイバーを経て、サンディエゴパドレスへ移籍したが、12月21日に、ディーフとなった。その後、12月23日にウェイバーを経て、 ミルウォーキーブルワーズへ移籍したが2016年1月6日にリーフとなり13日に40人枠を外れる形で参加のトリプル A 級コロラドスプリングススカイソックスへ降格したシーズンではトリプル A 級コロラドスプリングスでプレーし86試合に出場して打率308.11本塁が51打点の成績を残した9月20日に メジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。ブルワーズでは6試合に出場して5打数無安打だった。オフの11月7日に40人枠を外れる形で配属された後、12月25日に自由契約となった。2016年12月26日にサンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結び、 2017年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。ありがとうございます。